ヤクラは、神奈川県南足柄市にある標高870メートルの山である。神奈川県西部の箱根山地と丹沢山地の間に、広がる足柄山地にある山で、金太郎伝説で知られる、金時山の北側に位置する。おにぎりを立てたような特徴的な山用をしており、足柄平野から足柄山地の山々を眺めた際に、ひときわ目立つため、一目でそれとわかる。 山頂部は平坦なら地で、一角には木造の見晴らし台が設けられている。足柄山地の独立法的な山であるため360度の眺望があり、富士山、金時山や明神ヶ岳などの箱根山地の山々、丹沢山地、相模湾などを望むことができる。櫻がくと金時山の安部にある足柄峠を越える旅人を見張る櫓のような山用をしていることから、 ヤクラ学と呼ばれるようになったと言われている。ヤクラ学周辺の足柄山地の山々は南側に広がる箱根山地の一部として扱われることも多いが、地質的には金時山北西から北流する内川に沿って伸びる内川断層によって両山地は隔てられている。足柄山地の多くは約200から70万年前に形成された。 足柄群層と呼ばれる大石岩の地層からできているが、ヤクラ岳は足柄群層に貫入した石英戦力岩によって構成されている。現在のヤクラ岳は貫入した石英戦力岩体が隆起して侵食を受けた姿であり、この貫入岩体は約100万年前に形成された比較的新しい新生岩とされている。小田急小田原線、新松田駅付近により見た。 ヤクラ学周辺の山山足柄万葉公園。ヤクラ学の登山道登山道は、ヤクラ学登録の矢倉沢から登るルートや、南独の地蔵堂からのルート、足柄マハ公園からのルートなどがある。いずれのルートも、登山口から山頂まで2時間前後と、手軽に登れることから初心者やファミリー向けの低山として人気が高い。万葉公園は、梅の季節がおすすめである。 登録及び難読登山口の矢倉座は、地蔵堂までは関本よりバスが運行されている。関本へは、太遊山線のほか、小田急線新松田駅からバスでアクセスすることもできる。足柄マハ公園へは、土休日限定で、地蔵堂よりバスが運行されている。なお、関本からの直通バスも存在するが、運行本数は少ない。ありがとうございます。